はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はね、焼酎いただきたいと思います。もうね、ホッピーをね、飲んで、もう、ちょっと酔っ払ってるんですけど、今日買ってきた、焼酎ね。安かったですよ。はい、こちら、ゴールデン宝。ね、以前から俺が飲みたかったっつってたね。俺の愛すべき、ね、宝酒造さんからの、焼酎、新しい。25度の焼酎ですね。ゴールデン宝。焼酎高麗 600ml で値段が540円。税込み。ですね。原材料がサトウキビ糖蜜とトウモロコシと大麦。これは、まあ一般的なって言えば、一般的っちゃ一般的は一般的かな。でね、特にね、新しく新発売したんですけど、特に、これといって、何も書いてないんです。まあ、宝酒造といえばね。まあ、純だっけ？純？なんだっけ？純ね。香類焼酎で有名なんですけど、純っていう。のと、あと、レジェンドとか。ね。まあ、あと、極上とか。通常の宝とかね。香類焼酎を重点的に売られているメーカーです。まあ、俺が大好きなね、香類、えー、じゃ焼酎ハイボールという、まあ、チューハイもね、まあ、美味しいんで、ぜひ皆さん飲んでみてください。こちらの新商品なんですが、まあ、見た感じ、純というよりは、若干黄色いんで、色がね。若干色が黄色いんですよ。ほら。なんで、まあ、レジェンドっぽいかな、という感じですが、で、焼酎の純は35度もあり、25度もあり、20度もあるんですが、こちら25度しかないですね。そんじゃ、乾杯。香り的にレジェンドとか純の香りですね。たから。ゴールデン。味的には、純。に非常に似てる。非常に似てる。純だね。ほとんど純ですね。むしろ何が純と違うのかが全然わからないぐらい。いや、ちょっと香りが弱いか。純よか香りが弱い、抑えめの純って感じですかね。うまさゴールデン、大衆酒場ファンのためのゴールデンに輝く焼酎。あ、20度も売ってるみたいですね。いろいろとまあ書かれてますが、要約すると、当社独自の蒸留ブレンド技術によって実現した甘い香りと絶妙なコクのある味わいは、煮込みや
ハムカツ、お刺身といった大衆酒場の定番メニューと相性ぴったりですと。ぐらいしか書いてない。これ 1.8 リットルのやつもあるみたいですね。あと20度も。うん。もあるみたいです。それ以外は特に何も書いてない。ですね。いわゆる製法とか香りのコンセプトとか、そういったものが一切書いてない。どういった製法っていうか、そのなんかそういうなんかあるじゃん。そういうのが、まあ、100年の歴史を持つ宝焼酎の新しいラインナップとして、ゴールデンが生まれました。で、あとハイボールで飲んだ方が美味しいですよとか、これとこのつまみと合いますよとか書いてあるんですが、感覚として全くよくわかりません。うん、純の香り弱い版かな？まあ、言うてここに純の25度があるんですけど、こちらね。これはね、ちゃんとね、後ろにね、まあ、樽、厳選樽貯蔵熟成酒を 13% 使用って書いてあるんですよね。うん。で、この後ろのラベルにはいろいろ書いてあってですね。サトウキビ糖蜜を原料としたピュアな焼酎をベースに、大麦、トウモロコシなど原料とした11種類の厳選樽貯蔵熟成酒 13% を使用。っていろいろ書いてあるんですよね。うん。まあ、原材料を見る限りだと、純は、サトウキビ糖蜜と大麦とトウモロコシ。で、ゴールデン宝は、サトウキビ糖蜜、トウモロコシ、大麦。となってます。原材料の種類としてはこの3種類。なんですが、実はこれ、豆知識としましては、一応原材料とね、一般的にいろいろな商品に書いてありますが、このね、並び方にも実は重要な意味がありまして、一番最初から、まあ、例えばこれで言うと、サトウキビ糖蜜って一番最初に書いてあるんですけど、これが一番多く使われてる。割合的に。その次が純だと大麦。で、その次トウモロコシ。つまり2番目に大麦が多く使われていて、3番目にトウモロコシが多く使われている。で、こちらがゴールデン宝は、サトウキビ糖蜜が1番目。2番目がトウモロコシ。3番目が大麦。つまり2番目と3番目が順序逆なんですよね。うん。になってます。つまりところ、まあ、使われてる割合としては、純よかも、トウモロコシの割合が多いと。そして、さらに、宝焼酎マニアの俺としては、はい、レジェンド。宝焼酎の、これ35度ですけどね。こちらはですね、宝焼酎レジェンドは、サトウキビ糖蜜、トウモロコシ、大麦などを原料に、うんちゃらかんちゃらと書いてあります。これ原材料がサトウキビ糖蜜、トウモロコシ。サトウキビ糖蜜、トウモロコシ、ここまでは一緒ですね。そして大麦。あ、ここまでも一緒です。だがしかしさらに、コーンスターチとライ麦が加わってます。なるほど。うん。ほうほうほう。ということは、このレジェンドのコーンスターチとライ麦を抜いたパターンのが、
宝のゴールデンなのか、純の、大麦とトウモロコシの割合、使用割合を逆転させたのが、ゴールデンなのか、さらにもう一つの過程ですが、こちら栄養成分で、ゴールデン宝は 100ml あたり熱量、カロリーですね。139kcal。で、レジェンド。こちらが 195kcal。そして、ジュンが 139kcal。お!これは、まさかの、ジュンと、いや、全く同じカロリーですね。25度、どっちも25度ですから。カロリー的にほぼ、っていうか一致している。全く一緒。これは、まさか。これは、偶然ではないでしょう。ほぼ同じということになりますね。このゴールデン宝と、ジュン。少なくともカロリーは全く一緒です。うん。これはなかなか興味深い。そしてさらに俺の香類マニアの、香類、宝焼酎マニア。はい、宝の、プレミアム。極上です。極上。こちらを見ていくと、原材料、サトウキビ糖蜜の大麦、トウモロコシ。だから、これは、原材料的には純と並び方も同じなんで。そしてエネルギーも139kcal。全く一緒。はぁ。すごい。ここまで熱量が一致する焼酎。もう珍しい。うん。結局のところ、極上と、純は、使ってる原材料も同じ。まあ、同じ量かは知りませんけど、割合っていうか、ね、この原材料の書かれてる順番も同じ。そしてエネルギーも同じ。となってます。まあ、そこら辺はね、どう、あれなのかは知りませんが。まあ、こちらはね、3% 使用なんですよ。タルチョド熟成酒。で、これプラス 10% に、13% になったのが、純と、なってます。詰まるところは、ほとんど純と、というより極上の劣化版と言った方が早いのか。いや、わからない。難しいですね。まあ、実質として似てるのは極上の方ですかね。ただしかし、色が違う。うん。製法としてはレジェンドに似てるのか。うん。だいたいレジェンドは、色もやっぱり似てるしね。多分俺が思うに、レジェンドの劣化版ではないかと思われます。うん。レジェンドはタルチョド熟成酒を使用してるとは書いてないので、まあおそらく何も使ってないでしょう。ですが、なぜこの色がついてるかなんですが、わかりません、俺も。なぜ色がついているのか知りません。うん。着色料も使ってないですし。ということは何かしら、わからん。なんか、結局トウモロコシの色とか、そういう、麦の色とかそういうことなんですかね。うん。まあ、大麦の色とかね、トウモロコシの色という可能性も、十分考えられます。
多分トウモロコシの色だな。割合的に。サトウキビ糖蜜の次にトウモロコシが使われてるわけだから。うん。それは一致してるんですよね。レジェンドとね。ゴールデンがね。うん。まあ、ただし、先ほど言ったように、ゴールデンは、コーンスターチとライ麦を使われてない。レジェンドは使われてるのに対して、使われてないので、ぶっちゃけて言うと、多分、俺が思うに、このレジェンドの25度のバージョンに、さらに、コーンスターチとライ麦を抜かした、のが、このゴールデンの宝ではないかと、思ってます。うん。うん。おそらく。うん。いや、本来は知りませんよ。本当はどうかは知りません。だって、何にも書いてないんだもん。うん。普通はね、この後ろにね、いろいろ書いてあるんですよ。こういうふうに。ここにね、説明書きが。書いてあるんですが、こちら、レジェンドじゃない、ゴールデンは書いてないので、うん。全くわかりません。うん。で、独自の蒸留、ブレンド技術から実現できた甘い香りと絶妙なコク、と書いてあるんですよ。はっと。だから、その独自の蒸留の方法を知りたいんだけど、まあ、これは、まあ、いわゆる、企業秘密というですか。ブレンド技術も企業秘密。ということでしょうか。うん。まあ、うまけりゃいいんだ、うまけりゃ。まあ、うまけりゃいいんだけど、ちょっと、もうちょっと、ね。どういう、その、コンセプトで作られたかっていうか、なんていうかな。まあ、言うて、さっき、でかい、4リッターのね、焼酎の極上に関して、もうほぼ書かれてない、ないですね。まあ、樽貯蔵熟成酒を 3% 使用とは書いてありますけど。まあ、こちらはさらに何も書いてない状況になってます。まあ、仕方あるまい。うん。うまきれいいんだよ。まあ値段的に500円プラス税ですから。うん。うん、まあ。どうなんですかね。まあとりあえず、飲み比べてみましょうか。このレジェンド35度なんで、これちょっと無理。35度と飲み比べても多分、わからない。純の25度と飲み比べて。多分これはだいぶ違うと思うけど。さすがに。うん。ね、甘い。こっちの方が甘い。で、甘い。コクがある。ん？コクがあるんだけど、香りがない。いや、なんだこれは。こっちの方が甘くて飲みやすいのは確かだ。うん。純の方が飲みやすい。だけど、その甘さが実際そのね、原材料のいわゆる旨味みたいなもんなんでしょうけど。でも香りが、なんかだいぶおとなしいですね、こっちは。うん。うん。なんか、なんていうかな。うん。だいぶおとなしい。ので、ストレートとかで行くんだったら、
こっちの方が非常に飲みやすい。こっちはちょっと飲みづらいっちゃづらい。で、やっぱキレがあるかな、こっちの方が。こっちはね、ちょっと残るんですよ、舌に。喉の奥にも香りが残ってくるんで。ちょっと、しつこい系かな。だけど甘いは甘い。まあ、難しいっすね。そんじゃ、この極上とも飲んでみましょう。俺、ちなみにあの、宝で一番好きなのは極上です。こちら。まあ、だから4リッター、4リッターのやつ買ったんですけど。これがね、一番うまい。割り剤としても一番うまい。し、ストレートで飲んでもうまい。ロックで飲んでもうまい。特に多分一番、その、割って飲むと、いわゆるちょうどいい。純とかだとこっちの風味が強すぎて、ちょっと強いんですよね。ちょっと強すぎてね。レジェンドとかもね。強すぎて、ちょっと割り剤の方を壊しかねない。まあ、壊すほどでもないんですけどね。でも、極上はね、本当にね、ちょうどいい。まあ、このさらにランクが下の普通の宝っていう、この極上じゃないバージョンのやつもあるんですけど。それも確かにうまい。てか、むしろこっち純とかが癖がね、ちょっと強すぎてね、香類焼酎というよりは、もう、ウイスキーの、に近い部類になってる。ブラックニッカクリアレベルになってる。ブラックニッカクリアとまではいかないけど、なんか、香類という、香類焼酎っていう部類をちょっと、若干突き抜けてる感じがするんで。いや、でも、極上はだいぶ、すっきりしてるね。こうしてみてね。これ飲んで、これ飲んで、で、これ飲むと、もう明らかにすっきりしてる。やっぱね、3% ぐらいはね、非常に、ちょうどいいんですよ。割り剤としても。やっぱり、焼酎の香類っていうのは割って飲むもんなんで、基本。で、割って飲んでもね、やっぱり、味がね、その香類の味が強すぎると、やっぱそれはそれでダメなんですよね。これぐらいがちょうどいい。だけど、まあ、割かし甘い。純よか甘い。だけど、すっきりしまくりですね。これは。純よか超すっきりバージョンみたいな。全然スギッとしてる。すっきり甘い、飲みやすい、スキッとしてる。キレがいい。で、それでいてタルチョウド熟成酒使用してんだっていう、いわゆるコンセプトはしっかり残って。普通の宝もね、ここにあればいいんですけど、ここにあればもうほぼ全種類揃ってるレベルなんですが、宝は宝で、ただあれはもう、宝焼酎、まあ、でもいい、まあね、まあ、割り剤としてはまあいいんですけど。まあ、いわゆる香類焼酎。
なんですよね。こういう癖も何もないっていうか、何もないっていうほどでもないんですけど、これはやっぱりね、普通の香類焼酎に比べると、やっぱり甘い。うん。なんかこう、甘いっていうか、香りが甘いっていうかな。甘いし、なんか香りも甘いし、結構まろやかなんですよ。口当たりが。うん。まあ、俺がちなみに大嫌いな香類焼酎は大五郎ですけど、あれはもう、上級者向けです。あれは。まず、香りとかがどぎつい。で、口当たりもピリピリし、アルコール臭もバンバンする。で、もう、だから、口当たりがまろやかの真逆言ってるんですよ。これはね、非常にまろやか。うん。極上と純に関しては、非常に口当たりがまろやか。それによって結構、芳醇な香りも、楽しめる。ですが、このゴールデンタカラは、ちょっと宝の、あれが、ちょっと、ねじ曲がったね。うん。宝焼酎って基本的に、無印の宝。まあ、今持ってませんけど、それはね、俺が、なぜ好きかっていうと、やっぱり、口当たりがまろやかっていう、もう大五郎とか大樹氷とかに比べると全然、口当てがまろやかなんですよ。うん。もうアルコール臭するのがね、嫌なんですよね。うん。もういかにも安っぽい酒みたいな感じ。でもしっかりね、宝はね、アルコール臭、抑えられ。うん。だから一般的に、香類、焼酎、で、まあ、いわゆる4リッターとかの売ってるやつですけど、あれって一般的にやっぱり、まあ、ね、なんていうの、金ない人間が飲むお酒みたいなことになってますけど、うん。まあ、金ないは合ってますけどね。でもさすがに大五郎はまずいなって。うん。やっぱりそれにもランクがあるんですよね。俺の中で言うとね。まあ言うてね、ウーロンハイとかさ、ね、まあ有名なお酒って結構、結局のところ、香類焼酎のウーロン割とかね、そういうのいっぱいあるでしょ。だから割とみんな飲んでたりするんですけどね。うん。でもこれは非常に飲みやすい。やっぱ極上は、うん。極上はこの、程よいこの、このなんていうかバランスのこの、調和感が、すごい。さすが。これですよ。うん。うん。うん。この調和感が素晴らしい。このまろやかさが半端ない。だからやっぱり宝焼酎っていうのは若干高いんですよね。大樹氷とかに比べると。大五郎大樹氷に比べると。明らかにちょっと高いんですよ。うん。まあ言うてもいいよ。4リッター。25度の4リッターで値段2000円ぐらい。ですね。まあ安いんだと1800円切りますけど、1700円ぐらいとかあるんですけど、まあ大体そういうのは大樹氷、大五郎、もしくはようわからん、どっかしらの不明メーカー、三流メーカーぐらいの。うん。でも少なくとも香類焼酎に限っては言えば、本当にこれ一流メーカーですよ。宝は。香類焼酎。で言うと。ほとんどだって、
ラインナップとしても、このジュンを筆頭としてますからね。まあ、他サントリーとかさ、いろいろあるけどさ、あれはほら、もういろいろ作ってんじゃん。でも、宝は、もうこれ、この、焼酎、コール類を、もうコンセプトとして作ってるような会社だからね。うん。ね。じゃあもう一回、タガラ、ゴールデン、飲みます。やべえな、だいぶ酔ってきたな。もう大体ね、俺酔いまくってくるとね、まあ、ね、あるんですけど、時間がもう30分超えるんですよ。うん、これが俺のパターン。俺の動画のね、パターンなんですけど。だいたい酔っ払ってくるとわけわからん。まあ、いわゆるどうでもいいような話をね、ぐだぐだ言い始めるんで。まあいいや。うん。ね、やっぱりね、若干、まろやかさがちょっと死んだ感じ。まろやかさを犠牲にして、ちょっとこう、パンチを効かせた、宝みたいな。でもやっぱり、ちょっとまろやかなんだよね、やっぱり。ほとんどうん。コクを犠牲にして、パンチと、いや、コクとまろやかさを犠牲に若干して、パンチと香りを増やした感じかな。それでいて割とキレがあるんで、香りがパッと出て、パッと消えるみたいな感じ。うん。うん。やっぱちょっと若干ですけど、舌にちょっとピリッとくるんですよね。ピリッと。こんぐらい。ちょびっとくる。うん。でも別に、ああっていう感じ。あーはーはー。でもやっぱ宝だなーっていうようなまろやかさもしっかりあり。うん。まあ、ただ、ちょっとそこら辺なんか書いといてほしかったな。うん。ゴールデン宝って書いてあって。何が違うの？裏見ても何も書いてない。この裏に何にも書いてないパターン。表にも何にも書いてないパターンはちょっと、訳がわからないよ。僕っていう。ね。僕ちょっと訳わからないよっていう、レベルですね。まあ、それはまあ、しょうがないのかわからんけど。ちょっとこれは、ね、そこら辺はミスですね。俺の中だと。うん。でもやっぱレジェンドに似てるな、俺な。レジェンドの、俺25度買ったことなかった気がするけど。35度しか多分買ったことないんですけど。レジェンドに非常に似てる。やっぱ色もね、一緒だしね。うん。うん。まあこれ35度なんで多分、明らかに、アルコール臭がするとは思うんですけど、多分、ほとんどレジェンドに、相違ないんじゃないかな。これわざわざ発売する意味あったのかな？ゴールデンはな。一応レジェンドがあるんだけどな。わからんな。わからん。結局、レジェンドのコーンスターチとライ麦を抜いたパターンだと思うんですよ。逆に言うと、レジェンドはゴールデンにコーンスターチとライ麦をプラスしたパターンなんですよ。うん。多分ね。
で、まあいいや、とりあえず35度のレジェンドも飲んでみますけども、多分、これ飲んだところで多分分からないと思う。おそらく。だいたいライ麦とコーンスターチの味が俺に分かると思うかね、君たち。うん。多分分からないよ。しかも、まあいいや。うん。うん。やっぱり強烈だ。35度はちょっと買うのが間違ってる。俺なんで俺35度買ったんだ。いや、その頃は俺も若かったんだ。うん。ちなみに純にも35度あるんですけど、これは間違いです。俺35度基本嫌いです。てか、やっぱ25度がぴったり来るな。25度が高類焼酎はぴったり来る。20度とかもあるんですけど、ちょっとやっぱり、あーって感じかな。いや、別に20度か25度ですね。少なくとも。35度は一番ない。口当たりがもうピリッとしてて、もう味がわけがわからなくなる。うん。逆に言うと20度はね、非常に飲みやすいと同時にコクもあり、うん。まあ、うん。多分俺が、そうですね、金があるんだったら、25度よりか20度を選びます。多分。結局25度っていうのはその分 5% 分20度のやつよか、アルコールが増えた、わけです。ということは20度はその分アルコールが減った、わけです。じゃあその 5% 分何で追加するか、って言ったら原材料の、トウモロコシとか、ね。サトウキビ糖蜜で追加するわけですよ。ということはその 5% 分味が濃くなってるわけですね。濃くなってるっていうよりも、アルコール自体が味がほぼ無味というかアルコール臭するだけなんで、あれをもう除いた感じで 5% 増えた。味が濃くなってるわけです。だから、逆に言えば、うまいんです。その分味が濃くなってる。うん。いい例がね、ジンです。ジン、40度と47度のやつがあるんですけど。ジン。まあ、有名なのとビーフィーターと、あと、ゴードンですね。あれ飲み比べてみると、明らかにもう、47度の方は、もう、アルコール臭のバンバンの、バンバン剤です。確かにそっちが好きな人は、まあ、上級者ですね。相当上級者言ってる、もう、うん、もう相当上級者向けです。もうよくわからない。俺ぐらいになると。俺ぐらいの、アホな人間だと。もうわかんない。どこがいいのか、アルコールでも飲んでろよっていうぐらいです。そのアルコール臭が好きなんだったら普通にアルコール飲んでろっていうレベル。僕は。うん。で、結局のところ、度数が低い方が、ジンとかに限ると、まあ、ジンとか酒に限るとね、やっぱその分濃いんですよ。うん。まあ、だから、ジンとかだと一番味が濃いかなと思うのは、37度のジンですね。まあ、ギルビージンとか。あそこら辺ですか。うん。だから、ギルビージンを、まあ、別にいいわ。
ギルビジン37度と47度があるんですけど、まあ、それを飲み比べたら絶対わかります。まあ、それ言ったらもう、ね、タカラの純、こちら。違う、こちらじゃない、こっち、え？こっちか。こっちを、これ25度ですけど、35度のあるんで、35度と20度を飲み比べたら多分 100% わかります。だって度数違い15度もあるんですから。わからん方が逆におかしい。もうその味がもうアルコールです。で、どっちがうまいかって言って、それでまずあなたの性格がわかります。性格というか、その、酒の好みがわかります。いわゆる。あなたはアルコール、かっこエタノールが好きなのか、嫌いなのか、これでまずはっきりします。これ、明白でしょ。でも確かに、すげえレジェンドに味似てるな、ゴールデンな。でも逆に言うとこれ、ゴールデンお前発売する必要あったのか？だからお前、ちょっと、え？ 100 年、続いてるこれメーカーですよ。100年どころじゃないですよ、宝焼酎って。まあ、ググりますよ。ウィキペディアね、ググりますけど。何年続いてると思ってんの、この会社。何年の歴史があると思ってるの、これ。宝焼酎の誕生は、大正元年。1912年ですよ。つまり今2014年ですから、102年ですよ。102年って言ったらお前俺が知る限り、100年以上続いてるブランドって言うと、俺が知る限りだと、有名なんだとウィルキンソン。ウィルキンソンの炭酸で有名ですけど、ウィルキンソンあれ何年続いてんだろう。この辺が雑学入ります。ウィルキンソンでググります。これも知りませんけど、100年以上経ってるでしょ。100%。100年炭酸で有名ですからね。ん？ん？さすがウィルキンソン。1904年です。誕生。ということは、110年。今年2014年だから110年ですね。すげえな。すげえな。ちなみに関係ないんですけど、僕が勤めてる会社、まあ、ぶっちゃけ言っちゃいますけど、北斗、キノコの、キノコの、この子、元気の子、なんとかかんとかかんたんたんって、あれ、ありますよ。あるじゃないですか。あれ、50年です。今年。確か今年50年。とか、なんか50年周年なんとかかんとかとか言ってましたけど。でね、それでね、社長のありがたいお言葉をね、いろいろ聞きましたけども。50年以上続く企業っていうのは、いわゆる50年で一区切りらしいです。まあ、一区切りって言ってもあれですけどね。50年以上続いてる企業は、実は、日本で、全体の企業として何パーセントかっていうと、50年以上続いてる企業が確か、何パーセントだっけ？ 0. 何パーセントとかで言うと、確か 1% 未満ぐらいとかなんとか言ってましたけど、忘れました。うん。10% 未満か 1% 未満なはずです。つまるところすごいことです。うん。50年以上続いてる企業っていうのは、すごいことなんです。うん。でね、100年以上続いてるってことはもう、いわゆるもう、恐ろしいはずなんですよ。うん。恐ろしいことになってるはずなんですよ、おそらく。もう、50年の倍ですからね。おかしいんですよ。おかしいっていう言い方もおかしいですけど。
まあ、いわゆるすごい、もう通り越した、すごいの2乗ぐらいのレベルだと思うんですよ。でも、ウィルキンソンはもうすごい。宝焼酎も、100年以上続いてないです。すごい。だけど、これを新発売したのは、ちょっと、お前な、ん?って。いや、これは逆に考えて、大衆酒場ファンのためのゴールデンに輝く焼酎って書いてありますけど。おそらくこれは、今酒ブームが、今終わりかけてるところを、おそらくゴールデンという名前で、とね、その、キレの良い、香りが高い、ゴールデン、宝、こちらで、盛り返そうっていう、焼酎をね、飲まなくなった若者に、対して、これはちょっと一回、うまさをちょっと再確認させようっていう、魂胆なんではないかと、俺は一応思ってます。まあ、なぜならば、こんな、宝焼酎レジェンド、ありますけど、これ買う人間多分、俺ぐらいですよ。うん。こんなドマイナーな。言っちゃ悪いけど。こんなドマイナーな怪しい酒。何これって言いたいですよ。ね。これじゃ目に引きませんよ。この純とかも。ね。宝焼酎純、うん?何これっていう若者でね。多分若者を、こう、大衆酒場に、ね。その、入らせるきっかけとなる、いわゆる焼酎ハイボールを飲んでみてもらう、その一歩を踏み込ませる要因なのが、こちらゴールデン、なんではないかと。うん。それでいて、あの、レジェンドを開発、改良して、このレジェンドですね。この、原材料を若干改良し、ちょっと安上がりにして、なおかつ、若者に、焼酎のうまさを再確認させるというよりは、初めて飲んでもらって、こんなうまい酒があるんだということを、認識させて、盛り返そうっていう、魂胆ではないかと。まあ、魂胆って言い方もあれなんですけど。うん。うん。魂胆って言い方もちょっとあれかと思うんですけど。やっぱり、ね、若者っていうのはやっぱりあんまり飲む人はいないと思います。焼酎はね。うん。でも大衆酒場向けずっと、逆に考えて、なんで 1.8 リットルまでしかないんだって、言いたいんですよ。うん。ね。大衆酒場向けってことはやっぱり、もっとでかい容量をね、作った方がいいんではないか。とは思うんですよね。なんかよくわかんないんですよね。大衆酒場でしょ?店用でしょ?店用でさらに焼酎って言ったらやっぱりでかいのを一本ボカッと置いて何杯も作らせるっていう、そういうパターンでいくと思うんですけど、1.8 リットルまでしか販売されてないんですよね、今のところ。発売日が4月1日、今年の4月1日なんで、多分新成人向けにちょっとあれだとは思うんですけど、少なくともあの、宝焼酎のレジェンド、こちらまあ、俺のあまり好きではないっていうこともあれなんですけど、まあおそらくパクリなんではないか、レジェンドのパクリだろうなと思うんですけど、こちらなんてあれです、4リットルエコペットでありますよ、普通に。うん。だから、よくわかんないんですよね。その対象、年齢が。あ、そうそう。こちら。このレジェンドの、
まあ、比べてみましょう、値段を。720ml の25度。こちら35度ですけど、25度が商売価格777円。という、すごいゾロ目で777なんですけど、720ml でね、25度。ね。となってます。ごめん、間違えた。間違えた。ごめん、間違えた。違う。この宝のレ、違う、ゴールデンが、この 600ml と 1.8 リットルしかないんですよ。この2種類しかないんで、それに近いものとすると、レジェンドの25度、1920ml が一番近いかな。これが1949円。ほとんど容量が 1920ml ですから、ほぼ同じくらいですかね。ちょっと高いかな、価格の方が。っていう感じですが、1.8 リットル、こちら、ゴールデン、宝。1.8 リットルで1695円。あ、なるほど。やっぱり若干安いですね。若干って言っても、まあ、割かし安いか。100円ぐらい安いか。100円ぐらい違いますね。1.8 リットルでね。だいたい。感覚で言うと、だいたい100円違います。ほぼぴったり100円ぐらいでしょ。俺の脳内で。酔ってる脳内ですが。まあ、ほぼ間違いないです。1.8 リットルで100円ぐらい違います。やっぱ若干安めの設定ですね。うん。で、この 1.8 リットル。で、言うて、一番、宝の焼酎で、一番安い、と思われる、宝。一般的な普通のやつ。ですね。を見てみますと、1.8 リットル。あ、値段書いてねえ。くそ、値段書いてねえのかよ。値段書いとけよ、おい。はぁ、値段書いてねえし。はい、値段書いてませんでした。値段書いてないか。あれ？まあ、書いてねえな。まあ、書いてねえのかよ、これ。おい。まあ、でも、やっぱり、宝焼酎の普通のやつよ、間違いなく安いと思うんですけどね。いや、こっちの方が高いと思うんですよ、レジェンド。ゴールドの方が。もうなんか、レジェンドとゴールドが、ゴールデンがさ、なんか、ややこしい。本当にややこしい。まあ、多分間違いなく、こっちの方が安いっていうか、普通に考えてみたら、2000円ぐらいだ。俺の体感として、4リッターが2000円なんで、まあ、ゴールデンの方がはるかに高いでしょう。うん。まあ、間違いないですね。うん。まあ、ちょうど、あれか。うん、まあ、ちょうどでもないな。うん、まあ、いいや。うん、まあ、いい。あんまりちょっと、宝の、あれは、宝の焼酎、よくは明らかに安いのは間違いないです。一番安いやつのね。でも、やっぱレジェンドに非常に似てる価格帯、アンド味も似てる。ので、感覚としては非常にレジェンドの、ちょっぴり劣化。多分値段が100円ぐらい。1.8 リットルでですよ。1.8 リットルで、100円違う。つまりこの600ml で言うと、まあ、30円ぐらい違うかな。そんぐらいの差です。このぐらいの差で、まあ、ゴールデンの方が安いんですけど。
まあでも、まあ結局のところそういうことでしょうね。先ほど言った。ね。4月1日に発売された。もうここら辺で俺がもうピーンとくるわけですよ。ん?と。わざわざ4月1日に発売するか、これ。ね?しかもわざわざ目立つようにゴールデンと。ゴールデン宝みたいな感じで、わざわざ目立たせてる。ね?ということを考えると、やはり新成人をターゲッティングした、まあ、ね。焼酎ではないかと。ウイスキーのハイボールとか、ではなく、あえて、焼酎のハイボールを売りにして、その焼酎のうまさ、ウイスキーとか、抜かすけども、まあ、焼酎もうまいんだぞと、ハイボールにして飲んでみろやっていう、おそらく、そういった、ね、雑念と言っちゃ悪いですけど、そういったちょっと宝には似合わない。まあ多分もうしょうがないですよ。宝もね、こんなね、いわゆる、ね、広告にね、今まで宝翔ちゃんあんまり多分広告っていうのは出してないと思うんですよね。やはり、地味に活動してきた会社なんでね、わりかし。CM とかにも多分金使ってないと思うんで。もうそこら辺はもう捨てて、ちょっと広告に力を入れた商品なんではないかと、俺は思うんですよ。おそらくね。確かに広告に力を入れた、ね、サントリーとかが売れてる、まあ事実ですからね。現在、ね。チョントリーがね、ね、韓国人がし、ね、社長のね、チョントリーが売れてる。まあ、韓国人だか中国人だか朝鮮人だか知りませんけどもね。俺大体一区切りで、一くくりでもう、チョン人と呼んでますけど。もうチョン人がね、社長のね、チョントリーがいるわけですよね。まあ、それが売れてる事実ですから。しょうがない。ここら辺はやっぱりね、そこら辺にも力入れていかないと、もう、消費者もあんまり、そういうことなんでしょうね。うん。ということです。いや、長くなった。今回は長くなった。多分、これ今回多分誰も見てないだろうな。多分、もう俺が多分、独学というか、独断の偏見でこう、ね、いろいろ喋くってるけど、もう俺がもう自己満足してる感じですわ。いいわ。俺の自己満でいいわ、これ、この動画は。コクはね、いや、でもなくはないんですよ。普通ぐらいですね。甘みは割かし多いんで、香りも割かし多いんで。でも甘みやっぱりこのゴールデン宝の個人的な売りとしては、それなりの香りでしょうね。普通の焼酎の香類ではちょっとないような香り。うん。そして相反するまろやかさを両立した商品。うん。口当たりがまろやかで、なおかつ香りが高い。
ていうのを両立した商品。ですが、まあ俺も、言うて、もう宝の戦略とかもう、うんぬん、昔の。別に俺新成人じゃないんでね。うん。それよか、このゴールデン宝がうまい酒は知ってますんで。うん。全然問題ないです。ということで、こんだけ長く語っときましたけど、ゴールデン宝は、まあ多分二度と買うことはないでしょう。うん。ここまできっぱり言わせてもらいます。まあ、買うことはない。100%。これは多分、まあ、俺みたいな、焼酎香類のマニアの向けではないかなと。ね。うん。もうこれ買うんだったら、レジェンド買うし。で、ぶっちゃけて言うと、レジェンドを買うぐらいだったら、極上買うんですよね。うん。なので、3343で、お願いします。お疲れさんでした。あざっす。